これまでの相続の制度の中で大きく変わりそうな制度ってあるの？そうだね。いろいろあるけど、相続登記の義務化かな。相続登記は不動産を相続する際に必要となる名義変更の手続きだけど、この手続きをしっかりしっかりしていないと土地、建物の所有権で困ることになる。どんなことで困るんだろう。教えてほしいな。今回は相続登記の義務化について解説するよ。相続登記が義務化になった理由ってさ、相続登記したら相続税を払うことが決まるし、権利証とかないと役所で冷たい対応されるからでしょ？その認識は間違ってるね。実は相続税が発生するケースはごくわずかだし、土地の権利証がなくても相続登記はできるんだよ。なんやって？でもそれなら今まで通りでいいんじゃないの？どうして義務化する必要があるの？国が土地開発をしやすいって理由もあるけど、相続する人が困らないようにするための制度でもあるんだ。例えばおじいさんが不動産を持っていたけど、亡くなったお父さんが名義変更をせずに放置していた場合を説明するね。この場合、土地の名義人はおじいさんのものになるよね。もしこのおじいさんの持っていた土地が今めちゃくちゃ評価されているエリアで、売却すればかなり価値があったとしたらどうする？秒で売る。当然その考え方になるよね。でもここで問題が発生するんだ。おじいさんが名義人と思っていたら、実はおじいさんでもなかったんだ。え？これじゃ名義人がわかんないじゃん。その通り。だから不動産として売ることができないんだ。名義変更していたら売却できていたのに、これは悔しいね。ここで戸籍を調べて売却するために名義変更をしても、はるちゃん一人で書類を出したら OK じゃないんだよ。お兄さん、お母さん、妹、親戚と相続する権利がある人の協力が必要なんだ。私の一存では決められないのか。揉める前に遺産分割協議をしておけばよかった。ここでさらに問題があるよ。もし戸籍上相続人としているけど、行方がわからない人が一人でもいたら、そもそも遺産分割協議が無効になるんだ。その場合はどうするの？相続人不存在の状態になっているから、別の手続きをする必要があるんだ。え、これって相続名義を変更しなかっただけで、残された家族はとっても面倒になるじゃん。だから名義変更は絶対にその都度行う必要があるんだ。名義人変更を放置しただけでめちゃくちゃ面倒だね。だからこのような面倒な状況を改善するために相続登記の義務化が始まったんだ。相続登記の義務化は分かったけど、いつから始まるの？2024年4月から始まるよ。改正後は相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があるよ。ああ、少し猶予があるから、それまで放置しておこうかな。それでもいいけど、さっき話したように権利関係が複雑になるし、今のうちにやっておいた方がいいよ。相続登記を怠ると、不動産を相続するために様々な問題をクリアする必要があります。相続登記の放置は、絶対に避けてすぐに登記することをお勧めします。でも、これっていろいろ綺麗事を言ってるけど、結局は土地開発の時に困るからだよね。例えば不動産を買い占めて再開発しようとするご機嫌な企業が買い占めてウハウハできないから国がお助けをしているようにも見えるけど。確かにそうなんだけど、相続登記をしないと不利なことも多いんだ。不利なことは土地や建物を売却できないくらいじゃないの？そうじゃないよ。例えば相続した不動産を担保にしたい場合、名義人が違うから不動産を担保にすることができないんだ。お兄さんに借金があるとしよう。お兄さんの借金を取り立てようとする人が土地を代わりに差し押さえることだってできるんだ。私が相続することが決まっている土地だとしても？相続登記をしていない状態で共有状態になっていると可能だね。相続登記していないと売ることもできないし、最悪の場合は差し押さえることもあるってことは、早めに登記しておいた方が良さそうだね。ふと思ったんだけどさ、利用する気が全くない土地も登記しないとダメ？その場合は2023年4月から始まる相続土地国庫帰属法によって国に返すこともできるけど、無条件で返却できるわけじゃないんだ。
一定の費用を負担しなきゃいけないから、個人的には売却できる土地として登記をした方がいいと思うよ。相続登記の放棄は様々なリスクがあります。放置していることでメリットはないと言ってもいいので、早くに対応することをおすすめします。ここまで聞いてると登記をしなければいけないって分かったけどさ、めちゃくちゃ面倒なんでしょ？実は義務化することで今までの手続きの一部が簡略化するんだ。そうなのか。どこが簡略化されるの？例えば遺言でこの土地は遥かに譲ると約束してあった場合、多くの相続人が同意をしている場合、これまでの相続人全員が協力しなければいけなかったんだけど、これからははるちゃん一人で手続きをすれば相続登記ができるんだ。そうなのか。それは楽ちんだね。だったら手続きをしてみようかな。でも本当に素人だけで大丈夫？専門家の声を聞かなくてもいいかな。そうだね。手続き上は確かに自分たちでできるけど、不動産の相続は賢く行う必要があるからね。遺言書でしっかり決まっている場合は別だけど、専門家に聞いてみるのもありだよ。そうか。不安な時は専門家に意見を聞いてみるよ。先輩のおかげで相続登記の必要性が分かったよ。もし今の段階で放置している不動産があったら、登記手続きをしておくことをおすすめするよ。ストラ先輩にゆるーく相続について聞いてみたは、相続専門チャンネルです。相続について分からない、相続についてもっと知りたい方は、高評価、いいね、コメント欄に質問をお願いします。またストラ先輩の公式 LINE もあります。 LINE に登録をすると相続の最新情報やお得情報を取得できますよ。皆様からの質問をお待ちしております。チャンネル登録もよろしく。